本当にありがとうございました。皆様と出会えなければ今頃どうなっていたか。どこへ向かっていたんですか？この先のコンフィネボルネです。お仕事を頼まれていまして。仕事？実は私、故郷よりある用事でルーエトラークの姉妹都市ペールコピアに参りました。その用事は終わったのですが、また別の用事を頼まれまして、それがコンフィネボルネから薬草を取ってくるというもので、特に難しいものではないのですが、私はそのお恥ずかしながら方向音痴でした。ハルキューヤの方向音痴とは？バーッと飛べばいいんじゃないの？私ハーフですから、この羽も飾りのようなものですが。でもなぜでしょう、不思議ですわ。普段はここまでひどくありませんのよ。ペールコピアにも確かに時間はかかりましたし、いろんな方に助けていただきましたが、ちゃんとつけましたし。ですが今回は何かに導かれるように、こうフラフラーっと、不思議ですわ。方向音痴の精霊でもいるのかな？まったくですわ。なんでそう思ったことか。俺たちもコンフィネボルネに行くんです。よろしければご案内しましょうか？あらまあ、ご縁とは不思議なものですわ。はっはっはっは、その運命にお任せあれ。屈強な戦士があなたをしっかりお守りしますな、大将。大将。大将は無口だな。褒められて照れてるのよね。そのようなことはない。あら、嬉しくないの？やっぱり照れてるじゃない。あら、本当に頼もしいこと。しかし私これでも腕に覚えがありますのよ。皆様の足手まといにならぬよう励みますわ。セヤネさんはお強いんですか？私の故郷は傷の山脈に近い場所にあり、常に魔物の脅威にさらされていますから、故郷を守るために自然と、といったところでしょうか。こんな時代ですもの、武芸も立派な淑女のたしなみですわ。私にできることがあれば何でもおっしゃってくださいね。炊事、洗濯、掃除、その他もろもろ、きっとお役に立ってみせますわ。それは心強い。では案内は我らにお任せを。ええ、それはひらに、よろしくお願いします。